私がお勧めしたいのは、今実は私韓国人で、韓国で今デモ隊がすごい政府に対していろんな抗議活動してますけど、普通の一般メディアは入れないところ、一般一緒にデモしながらその中で放送局を家庭作って放送してる、一般国民がよく知らないようなことを YouTube で作って活動を上げてたりとかしてるんで、そういうものを伺ってほしい。